ボン好意戦は9年戦争中の1689年における工場戦である。フィルステンベルク博ビルヘルム・エーゴンとヨーゼフ・クレメンス・フォン・バイエルンがケルン選定公領の支配権をめぐって起こした葬儀は戦争の原因となった。同僚は直接的な戦場となる。ビルヘルム・エーゴン・フォン・フィルステンベルクがフランス国王類14世の指示を受けていた一方、 ヨーゼフ・クレメンスを支援する後半な同盟が、その戦争に参加していた。ニーダーライン地方で、作戦行動を取る連合軍の司令官は、ブランデンブルク選定校、フリードリヒ三世であった。ほどなく、連合軍は、ケルン選定校領において、優勢の確立に成功した。結局、要塞とシボンが、フランス軍の駐屯地として残る。同志をめぐる戦いは7月。 ラインウガンにあるボイエルトリデの攻略と共に始まった。7月24日以降、連合軍はライン川をまたいでボンの町を砲撃する。特にそれによって引き起こされた火災は同士をほぼ完全に破壊した。それでも守備隊は降伏しなかったので、町の左岸側に砲撃が加えられた後、長い延期を経て本格的な行為戦が始まった。 フランス軍の部隊が降伏したのは10月12日のことである。ケルン大司教マクシミリアン・ハインリヒ・ホンバイエルンはフィルステンベルク家のフランスエーゴン及びビルヘルムエーゴンの影響下にあった。この二人はルイ14世の信奉者であった。マクシミリアン・ハインリヒは1688年初頭、フランスからの賄賂を用いてケルン大司教座聖堂参事会に ビルヘルム・エーゴン・フォン・フィルステンベルクを共同司教、すなわち彼の後継者に指名させた。ローマ教皇インノケンテウス11世は、ルイ14世のさらなる権力増大に助成することを望まなかったので、その指示を拒む。そのため、ケルン戦抵抗が没すると、新たな選挙が必要となったものの、教会法に照らせば、フィルステンベルク博とヨーゼフ・クレメンス・フォン・バイエルンのどちらにも、 明確には継承権を認めることができなかった。それでもフィルステンベルク博は何より多くの票を得たため自身が選出されたとみなした。そして首都のボンと他の重要な各地を兵に占領させたのである。神聖ローマ皇帝レオポルト一世と他の選定校が教皇に相談したところ教皇はフィルステンベルク博の地位を否定しヨーゼフ・クレメンスを大司教に任じた。 この決断にも、また政治的な動機があり、教会法に照らして問題があった。皇帝は、教皇の判断を承認する。しかし、ルイ14世はこれを認めず、ケルン選定公領に派兵した。彼は、ベスト・ファーレン条約及び、内面編の和訳の保証人たる、新生ローマ帝国諸侯の権力の自由を、ケルン大司教座参事会の選挙の結果を、 受け入れなかったとする皇帝から守ると主張し、自身を正当化した。この神聖ローマ帝国に対する内政干渉は、大同盟戦争の一因となった。プロイ戦国をフリードリヒ一世として即位した後の、フリードリヒ三世、フリードリヒビルヘルム・バイデマンの油彩が1701年頃の作品、1689年の行為戦、 ラインラントの大部分は、まもなく、フランス軍が占領するか、フィルステンベルク博が募集した軍が掌握した。一方、帝国とシケルン、コブレンツとエーレンブライトシたタイン要塞の占領は、成功しなかった。神聖ローマ帝国による帝国戦争の宣言と、ルイ14世の軍に対抗するべくネーデルラント、イングランド、スペイン各国との同盟が締結された後、 ドイツでは大規模な3個の軍団が編成された。バイエルン選定校、マクシミリアン2世エマヌエルが率いる1つ目は、フランケント・シュバーベンの防衛にあたり、2つ目は、ロレーヌ公シャルル5世の指揮下に、マインツ要塞を奪還することとなった。ブランデンブルク選定校、フリードリヒ3世率いる3つ目の軍団は、クレーフェ公領に集結した。2万6000名を擁する。 ブランデンブルクプロイセン軍の他に、リューネブルク、ミュンスターとネーデルラントの軍が加わる。ブランデンブルク軍には、フランスから追放されたユグノーもいた。ブランデンブルク選定校が、不在の折、ハンスアーダムフォン就任区中将が、クレーフェ一体の軍司令官に任じられる。目的は、フランス軍に占領された、大主教座とシケルンの奪還にあった。元来、 中世に由来する死壁に囲まれた町であるボンは、ケルン戦争の戦訓によって早くも1622年以降、近代的な要塞施設と両方で強化されていた。ボイエルクの方にある大きなスカンスが町の東方を守っている。1673年、オランダ戦争の一環として初めてボンが行為された、折、類壁はすでに一度、激しい砲撃を受けていた。 そのため1688年の初めから改めて要塞の補強が始まり、その作業は直後の後為戦まで続けられた。1688年9月10日、フランス軍の不評14個大隊、騎兵6個連隊並びに、竜騎兵3個連隊がボンを確保するべく町へ入場した。総勢7000名が宿営し、守備隊を増強したのである。 工事に適したものは何であれ没収され、市内の教会の回廊は旧社に転用された。1688年10月、おそらく1672年から1673年にかけて建設されたボイエル区のスカンスを撤去し、広範な共闘補に建て替える工事が始まった。1688年12月には限定的に防衛の準備が整ったが、 砦の完成には1689年の5月までかかっている。ボンの市内でも同様に10月から北側の3つの両方がボ、バンの様式に従って完全に新しく建設された。このため町から逃亡した市民の家屋が木材の不足によってはばかることなく解体され、その梁を再利用されている。こうしてボンには1689年4月までに 合計10カ所の大きな両方が補強、新築されたものの、作業は敵軍が初めて進撃してきた時には全く終わっていなかった。北側の堀は深さが足らず、壁も高さが不足しており、至る所で支壁の盛り土がまだ行われていたのである。1689年4月21日、ボンに配備されたフランス軍の部隊は、ボン周辺のすべての上官や家屋を破却し、 巨大な射程を作り始めた。爆破隊が、クロイツベルクの教会グーデナウや、アーデンドルフの上官を取り壊す。アンダーナッハとアールバイラーは破壊された。5月には、ツイークブルク、モンドルフとガイスティンゲンが焼き払われる。オーバーカッセル、ニーガードレンドルフとケーニヒス・ビンターは破却された。レンドルフ、コンネフも取り壊される。一方、連合軍は、 ボンの周辺地域を荒廃させつつ進み、各村で略奪、破壊行為や放火を働き、農民からすべての家畜を挑発し、彼らを飢餓の危険にさらした。ブランデンブルク軍は1689年3月、ベーゼルでライン川を渡った。他の軍はライン川湾に残り、カイザーベルトを包囲することとされた。主力軍は、イワディンゲン、メイア修道院とノイスの戦いで、 フランス軍を押し戻すことができた。ケルペン、ヒュルヒラートとデューレンは解放された。1689年4月14日には、ブランデンブルク軍の本デ電大佐が、まだ完成していない、ボイエルトリデを奇襲して奪うべく、不評1000名と強行機兵200名を率いて、ケルン軍の中屯地へ向かった。そのトリデを爆破し、使用不能にするつもりだったのである。 攻撃は4月15日から16日にかけての夜に観光されたが、フランス側の小規模な部隊は、ティオンジュ連隊の敵団兵を乗せた大型船2隻がボイエルに接岸し、戦闘に介入するまで持ちこたえることに成功した。夜明けに、ボンからさらなる文献隊がリアクションフェリーで運ばれてくると、戦いはフランス側の勝利に終わる。ポンハイデン大佐を含む、 多数のブランデンブルク兵は、この戦闘で命を落とした。それでも、ライン側右岸のフランス軍部隊は無勢であり、撃退された。同軍が占領していた、ラインソベルク要塞は5月16日に降伏し、同じく占領されていた、カイザーベルトも長い交戦の末、6月27日に、降る。6月29日、ハンス・アルブレヒト・フォン・バーフース中将が、 ボイエルトリデを最終的に占領し、そこからボンに砲撃を加えるべくブランデンブルク、ミュンスター及びネーデルラントの3個連隊を率いてカイザーベルトを立った。そしてモンドルフでズイーク川を渡り、ボイエルトリデの前面に3つの砲台を築くと7月9日から砲撃を開始した。7月10日の夜にはフランス軍からイタリア風の家と呼ばれる少女を奪うと、 11日には、ミュンスターの砲兵大佐、ランベルト・コルファイが弾薬庫に、旧砲の砲弾を直撃させることに成功した。その爆発が巻き起こした、フランス側の混乱に乗じ、連合軍は砦に突撃をかけて占領する。次の行動については、意見が一致せず、主力は、ゾンスまで進んでいた。そして各砦の攻略後、ボモ・ライン側右岸から砲撃することが決まる。 運ばれてきた大砲を守るため、ボイエルトリデの近くに壁が築かれた。7月、同盟軍主力は、ゾンスを立ち、ケルン近郊で停止する。特に騎兵の働きで、ボンは孤立した。ボンに対するライン側右ンからの砲撃。アスフェルト男爵アレクシイビダル率いるフランス軍は、後議戦に備えていた。およそ4000名の守備隊は、フランス軍の中でも、 再生へに属していた。その他、多くの廃山兵が合流している。しかし新しく来た者のほとんどは騎兵であり、多数の馬への給養はただでさえ限られた備蓄をさらに圧迫する。守備隊は防衛施設をさらに補強した。弾薬と食料の備蓄はできる限り、ある程度安全な各所へ運ばれる。町の包囲を狭めるため、本営は、 ローデンキルヒエンの一帯に移された。その間に、十砲百四十門と九砲三十門が、ボイエルトリデの付近に配置される。7月24日、先定校、フリードリヒ三世は砲撃の回収を命じた。その効果は甚大であった。町の各所で火災が発生し、急速に広がる。多数の住居、先定校の宮殿、数々の修道院と教会が、 最初の24時間で破壊された。ほとんど無事だったのは、ボン大聖堂のみである。初段は、野戦病院に命中し、多数の負傷者を殺傷した。それに続く夜、砲撃は消火活動を妨げるべく、何より炎症中の一帯に加えられた。ライン側に面する死壁は、ほどなく完全に破壊される。フランス軍部隊は、砲撃を避けるため、ボンの市内から、 外保への撤退を余儀なくされた。数多くの市民も市外へ逃れる。地域への砲撃は先定港の命令で中止され、その代わりに外保が標的となった。ブランデンブルクの騎兵隊はフランス軍の挑発部隊による近郊の各村における食料徴収を阻止することができなかった。市内の司令官は降伏の意思を見せなかったものの、7月29日には、 ブランデンブルク選定港の命令で砲撃が停止された。8月6日、砲撃が再開されると大聖堂の戦闘に砲弾が命中し、火災が発生した。この時、それまでの金が失われている。船と迅速に架けた橋を用いて、ライン川沿いの破壊された死壁に突撃をかけるという選定港の提案は、諸将に反対された。寄せてには、 本格的な行為を始めるか、町に砲撃を加えて守備隊の飢餓を待つという選択肢があった。選定校は最古参の諸長に専門的な意見を求める。それらの答申は一致しなかった。選定校自身も状況の偵察に赴いて危険な目に遭う。それから選定校は本格的な行為を決意した。市内ではフランス軍の規律が緩み、 脱走や略奪が発生していた。大聖堂でも不注意から火災が発生した。また、守備隊では様々な病気が蔓延していた。街の全面では、ブランデンブルク軍の前哨部隊と守備隊との間に、激しくも決着のつかなかった戦闘が発生している。ハンス・アーダム・フォン・就任区中将作者不詳の同版画。1690年頃の作品。 8月16日には、軍団が、盆周辺の陣地に移動して、本格的な行為戦が始まった。その陣営の防備は、強固に固められた。総勢3万6千名を、盆の近郊に結集させる手はずとなっていたのである。その他、農民6千名が、土工作業に挑発された。行為戦は、就任苦中将が指揮を取ることになった。悪天候や、 その他の要因により、作業と残豪の掘作は遅延する。また、モーゼル側に進出したフランス軍に対処して、部隊を分派したことも後遺戦の遅れにつながった。その代わり、8月29日から、要塞施設への砲撃が始まった。この砲撃によって、守備隊は外部からの補給を断たれる。撃って、出ようとする試みも失敗した。 しかし残酷が未だに開通していなかったので、後為戦よりは封鎖というべき状況が続くことになった。この戦況は、就任区及びバーフース領中将の間に激しい、不和が生じると、さらに悪化した。両名は剣を抜き、決闘に及ぼうとしたとき、選定校の命令で逮捕される。指揮権は、アレクサンダー・フォン・シュペーン大将が引き継いだ。それから、 連合軍がマインズを陥落させると増援の見込みがつき、町の引き渡しをめぐって守備隊と交渉が始まったが、それは不守備に終わる。しかし市内の困窮は深刻で、病人の数は増え続けた。9月16日以降、町に向かって残豪の掘削が始まった。そして9月20日の夜には、ブランデンブルク軍とミュンスター軍の残豪がつながる。ロレーヌ公や、 他の指揮官は寄せてを増強した。9月27日の前夜、ロレーヌ公式下の新生ローマ帝国軍は、自らの担当区域で、残酷戦の接近を開始した。脱走兵の報告によれば、市内で、戦闘可能な兵士は2500名を残すのみとなっていた。守備隊の要塞施設には、激しい砲撃が加えられ、様々な場所で突撃の準備が行われた。 攻撃は10月10日に始まる。この時、寄せ手は一連の要塞施設を占領することができた。状況は絶望的だったので、フランス軍は10月12日に降伏する。守備隊には武器と軍機を伴う名誉ある撤退が認められた。その司令官、アスフェルト男爵アレクスイビダルは、ほどなく負傷で命を落とした。ボンにおけるフランス軍の敗北により、 連合軍は、ニーダーライン地方の選挙区を掌握し、ヨーゼフ・クレメンス・フォンバイエルンは選定校の地位を認められた。ボンの再建には、就任したヨーゼフ・クレメンスの資金援助にもかかわらず、幾年もの年月がかかることになる。他方、要塞施設軍は、比較的迅速に修復された。その後、ある程度修復されたばかりの町は1703年。 スペイン継承戦争に際して、フランス側に組みしたヨーゼフ・クレメンスのもと、再び連合軍に行為されることとなる。双方の兵力及び損害については文献によって大きな違いがある。ここでは、ガストン・ボターとミリター・ヒスターシャス・クリックス・レキシーコン・ウィン1908・ P117 による。マーチン・ボック・ヨゼフ・クレメンス・フォンバイエルン。 エルツェベシャーフーンとカーファースト、コンケルン外部サイトへの気候論文ゲルハルトエイダース、ボンオストフェン、エインビトラグツアタポーラフィーデアスタッドボウトボーンと、ツアゲシヒテイラービレジャーン、ボン1973、P63F、ジョゼフニエセン、ボナーパーシネンリグシコン、2、アウフラーゲ、ボン2008、P426、ゲルハルトエイダース、 ボンオストフェン、エインビトラグツアータポーラフィーデアスタッドボトボーンと、ツアゲシヒテイラービレジャーン、ボン1973、P70 フォルティシモ、ボンシの碑文。ありがとうございます。